漂着物。中学校2年の時の話。俺は家は漁師じゃなかったが海辺に住んでた。というか前の浜から背後の山まで狭くて細長い土地の町だったんで、ほとんどの人が海辺に住んでると言えるんだけどな。それで今でいうビーチコーミングを趣味としてた。当時はそんな言葉はなかったけど、簡単に言えば漂着物の収集のこと。日本海側の北の方だったから熱帯の貝やヤシの実なんてのはまず見られなくて、日本にない漢字やハングルが書かれた浮きなんかが多かったが、時折変わったものもあった。ビーチグラスはもちろん、古い陶器の破片や変な形の魚の骨とかルアーとか。あと遊牧は俺は興味なかったんだが、大きいのを家に持って帰ると、当時まだ生きてたじいさんが皮を剥いで磨き上げて置物にした。中学校の仲間や小学生でもやってる奴がいたんで、そいつらより先にと思って、朝の6時頃には浜にいて見て回ったりもした。11月頃だったと思うけど、海が荒れた翌日で何か収穫があるかと浜に出てみたら、テトラポットの隙間に何か赤茶色の大きなものが引っかかってるのが見えた。近づいていくと何かの像のようなもので、自分の背丈よりも大きく見えた。顔の方を下に沈めて背中が出てるんだけど、お寺で見る仏像とは全く違って、頭が大きくいびつな形をしてる。木目が出ているとこがあるんで木彫りだと思った。一人ではどうにもできないので、家に戻ってじいさんを呼んできた。じいさんも初めて見るらしく、首をひねりながら人を集めて引き上げてみると言った。俺はもう学校に行く時間になってたんで家に戻った。どうなったか気にしながら学校から帰るとじいさんが待ってて。像を引き上げて、町の神社脇のおみこしなんかをしまってる倉庫にとりあえず入れた。神主にも見せたけど何ともわからなくて、県との大学の先生に連絡した。気になるだろうから、今から見に行ってみないか?と言った。じいさんと連れ立って行ってみると倉庫の鍵は開いてて、おみこしや消防団のポンプ車がある奥に、今朝の像が立てかけてあった。像は貝や海藻なんかをこすり取って綺麗になっていたが、改めて見ると、やっぱり奇妙な形をしてる。頭が大きいと思ったのは兜で、のたくったような飾りがついてて、その下には目が落ちくぼんで長い顔がある。日本のものではないのかもしれないと思った。胴の真ん中あたりがぐるりと何かで擦れたようにささくれ立っている。すごいものを見つけたのかもしれないと思ってちょっとワクワクした。その夜、像を置いた倉庫から道を挟んだ向かいの家が火事になった。狭い町なので、消防車が走れば町の人はみんな外に出てくる。気づくのが早かったせいか火事はぼや程度で済んだけれど、原因は不明。検証では外から火が広がっているとのことだったので、放火が疑われてるという話だった。たまたま消防ポンプにも貯水池にも近かったんで、他に炎症はなかった。数日後に、火事を出した家の奥さんと高校の同期だったうちの母親が、奇妙な話を聞いてきた。火事になった夜に洗濯物を今に干していると、コツコツと縁側のガラス戸を叩く音がする。何かと思って見に行ってみると、暗闇の中からぬっと顔が出てきて察しに外から張り付いた。顔は日本人には見えず、両目は全部白目だった。その時に、北国の厚い察し越しなのにもかかわらず、寒い、寒い、という声が聞こえてきたそうだ。あっと驚いて後ろに倒れた時に、車庫の前から火の手が上がってるのが見え、なんとか叫び声を上げて家人を呼び、119番通報をしたそうだ。消防にこの話をしたら、放火犯かもしれないからと警察も交えていろいろ聞かれたそうだ。ただ奥さんはうちの母親に、あれは絶対生きた人間じゃなかった、と、強調してたという。それから数日して、初雪が降った日の夜に、変な夢を見た。腹のあたりがすごく痛くて、下を見るとぐるぐる縄で柱か何かに縛られていて身動きが取れない。
疾走感があって潮風が顔に当たるんで、前を見ると荒れた海がある。船のへさきに縛り付けられているんだとわかった。両手は縛られていないんだけど、神社で拝むように手を合わせた形になってて動かせない。なんとか手のひらを離そうともがいているうちにも波がどんどん通り過ぎていく。背後で、じいさい、じいさい、と、何人か叫んでいる太い声が聞こえる。かなりの時間暴れていた気がするが、やっと手のひらが外れて、その拍子に目が覚めたと思った。目を開けるとすぐ前に顔があった。小さい電球しかつけてないのに、はっきりと見えた。顔はつるっとした坊主頭で濡れていて、大きな目はどっちも白目。片方がプチュッと弾けて中から船虫が這い出てきた。顔はだんだん下がって俺の肩のあたりに来て、耳元に口を近づけて。寒い。寒い。と、日本語で言った。その時サイレンの音がして、今度は本当に目が覚めた。部屋を見回しても何もいなかった。夜中の3時過ぎだった。自分の部屋から下に降りると家族も起き出してきていて、俺はさっきの夢の話をする間もなく傍観をして一緒に外に出た。この前のぼやの時より騒然としていて、相当大事のような感じがした。家族と気配がする方に歩いていくと通りにはぞろぞろ人が出ていて、火事は神社だということを聞いた。人の流れについて言ったら、高く煙が上がってるようだ。さらに近づいたら火がちらっと見えたが、それ以上は規制されていて進めなかった。後日分かったところでは、神社は全焼。それからあの像を置いていた倉庫にも燃え移り、近くの家にも被害があったが、幸いなことに死傷者はなかった。倉庫は完全に焼けていて、あの像も燃えてなくなってしまったのだと思う。今回も放火の疑いが強いということで、長い間捜査があったらしいけど、未だに犯人は捕まってないんだ。船にくくりつけられた人柱の霊かな？怖くて気持ち悪い話だ。実際は北前船の実際だろ。船首に縛り付けられて、嵐が来なきゃ金もらえるというやつ。古くは三国志に出てくる実際だろうな。紀氏和人伝には、実際について下記のような記述があります。以下訳。倭国の者が中国への航海の際、その中の一人を選んで以下のようにさせる。頭髪を整えず白身も放置。衣服も着替えさせず不潔な状態にしておく。また、肉を食わせず女人も近づけない。航海が無事に終われば解放し褒美を与えるが、そうでない場合は当人の責任としてこれを処刑する。過酷なリスクを背負わされる役割であることから、実際に選ばれる者は奴隷や罪人などの立場の弱い者であったと考えられています。ないはずの人形。霊的な怖さではないんだけども、個人的なトラウマの話。お前らの家って人形ある？アンティークしかり、ポポちゃんしかり。うちにもあったんだ。でっけえポポちゃんみたいなのが。幼い頃から俺はそれがたまらなく怖かった。正気のない、てかもともとねえけどそんな目とか、赤ちゃんの容姿して当時の俺くらい大きかったりとか。なんでこんな気持ちの悪いもの置いとくの？って聞いたら。それはお母さんがお母さんのおばあちゃんの時から継いできた嫁入り道具なのよ。だとさ。なるほど、相当古いもんだから顔面は傷だらけ、さらにそこが黒ずんでまだら模様を作ってると来てるから、気持ち悪いったらあやしない。さらに俺の恐怖に拍車をかけたのが両親。俺がその人形を嫌っているのを知ってて、俺に無理やり映画を見せやがった。ほらなんだっけ。人形が人間ぶっ殺しまくっていくやつ。ハローチャッキー？それ見て俺発狂。泣き叫んだ記憶がある。それだけでも自分にとってはシャレにならない出来事だったんだけど、とある日おかんが。人形知らない？あんたの嫌いな人形。と聞いてきた。俺は返事もそこそこに、
知らないで済ませた。そりゃ誰も知りはしないさ。あいつは俺が2階から裏山に向かって投げ捨てたんだもの。いい加減怖すぎるのと、映画に対する俺なりの精一杯の復讐だ。おかんも。そう。って言ってすんなり引き下がった。そんで数日後、悪夢は起こった。夜も更けて映画寝ようって時に、布団が不自然に膨らんでるのを俺は見つけた。猫を飼ってるから、まあそいつが入って寝てんだろうくらいにしか思わず、バッと布団を開けたんだけど、みんなの予想通りの展開だったよ。普通にホラー映画さながら恐怖した。ってかちびった。笑えねえよ。やったのはおそらくおかん。布団のことがあってからも、数回人形が置かれることがあってな。完全トラウマ入ってる自分は、当時の保育園の先生に、お母さんがいたずらするって泣きついたんだ。先生はそれを、まあ虐待か何かと勘違いしたんだろうな。児童相談所に電話しちまって局員訪問。おかん質問。その時の証言では。そんなことするわけがない。その人形はすでに手元にない。だそうだ。これ聞いたのも後日談だからどうとも言えんが、もちろんそんなもんこっちにとってはおかんの言い訳にしか聞こえない。でも新しい家に引っ越して、あの時から20年経った今でも時々。あの人形はどこに行ったんやろ。古い家にいた時になくしちゃった。なんて言う。つくも神なんて信じちゃいないが、あれをやったのがおかんじゃなきゃ一体誰がやったってんだ。第一、布団に入ってたのを発見した時、どけてと頼んだのはおかんじゃないか。ああ、ここにあったのかって言ったのもおかん。持ってったのもおかん。また何度も配置し直して、俺を驚かせ続けたのもおかん。そうじゃなきゃ、説明がつかないじゃないか。余計なお世話。心霊体験って全然なかったんだけど、なぜか一体の幽霊だけ見えるようになってた時期がちょっとだけあった。通勤路の途中にいたんだけど、そいつはいつもうつむいてて、なんとなく80年代を匂わせる服装をした細身の青年だった。そいつを見ても、不思議と怖いと思ったことはなくて、それよりもなんでいつもうつむいてるのか気になって、寂しそうだしいつか声かけてやろうかなぁなんて思ったのね。そしたら次の日、あんにゃろう頭から紙袋かぶってやがった。話しかけんなってことだろうと思って、無視することにするわって心で思った次の日から、奴の姿が見えなくなったんだよね。波長が合わなくなったのかな。幽霊って彼しか見たことないから、今でもうつむいたまんまなのかなぁと、ふと思うことがある。紙袋。なんとなく笑えるような、不気味なような。私は被ってるの見た瞬間、笑ってしまいました。幽霊も紙袋かぶれるんだー、と、なんか感心したり、私じゃダメかと、少し悲しい気分になったり。複雑。